ってやったら、その炎がバーって散って、その鬼になる。悲劇っていう鬼ですね。はい、すごいですね。もう本当仮面ライダーのなんかよくあるこう丸っこい目に、まああくまで定番はですけど、で角があってみたいな感じじゃなくて、本当に歌舞伎のですね、熊取りみたいな顔なんですね。でそれで鬼の角があります。で全身もなんかこうね、紫というか、青といいますか、いろいろですね、そんな感じの色で、ベルトはないです。ベルトの代わりにここにですね、違うのがついてるんですけど、それまた後で説明しますね。はい、で、響に変身します。で、そこでですね、その男女とですね、同志と姫と戦闘になるわけです。はい、この間ですね、この第1話のラストまでですね、ほぼセリフがないです。わーって追いかけたりして、わーって。でですね、その道士と姫を追い詰めるわけですね。で追い詰めてバーンとまたまた退治するんです、追いかけた後。でそしたらアスム君がちょうどその時にこう降りてくるんですね、心配やったって。そしたらそれ、その変身してるのが響さんって知らないんで、びっくりするわけです、化け物たちとその鬼を見て、バーンみたいな。そしたらですね、その瞬間の響さんがですね、ここポイーンって口が開くんですよ、バーンって。そしたらそこからバーンって火が出るんですね。なんかナルトの、サスケか、サスケの火遁の術みたいな感じで、ブォー、五火球の術がブォーンって、ブォーンってその道士がバーンってなって、第1話が終わるわけです。はい。まあそんなことがあって、はい。で、まあ第2話に流れていくんですけども、まあそのまださっきも言ったようにね、アスム君は響さんが鬼っていうことを全く知りません。鬼の存在自体も知りません。そこで初めて見たわけです。はい。でですね、地図さんのもとに帰るわけです、アスム君。ですが、地図さんはさっきね、響さんが一応助けてくれた。でももうまだぐるぐる巻きですよ。で、気絶してます。はい、で、そのそばにいてて、その蜘蛛の巣を取ったりしてるんですけど、またその後ろにね、響さんがですね、立ってるんですよ。おーみたいな。で、わーってびっくりするんですけど、まあ、響さんはさっきの道士ってやつを倒したんですけど、姫の方にね、逃げられるわけです。で、今一匹倒したし、どっか行ったし、とりあえず少年の元に戻ろうかっていうので戻ってきてくれたんですけど、ここで注目してほしいのはですね、さっきとね、服が変わってるわけです。さっきの山登りの時と、山登りする時はちょっと赤色のなんかこうジャケットといいますか、ジャンパーですね、登山用のジャンパー着てたんですけど、今度はなんか茶色っぽい服も変わってるわけです。はい、これなんで変わってるかというとですね、さっきも言ったように変身する時にですね、ボーッと燃えるわけですね。こういう設定も響きすごいんですけど、ボーッとバーンって鬼になります。鬼になるとですね、そこでもう服燃えちゃうんで、まあそうなくなるわけですね、当たり前ですけど、まあこう都合がいいアニメとかやったらその次もまたすぐ服戻ってたりしますけど、怒られるかな、北斗の拳とかねわー、剣士郎がブワーッ怒ったらバーンって服破けるんですけど、結構その敵倒して次の瞬間にはもう服直ってるみたいな、なんかそんなんあるんですけど、そういうのもなくってちゃんと設定がしっかりしててですね、服が破けちゃいます、なくなっちゃいます。なんで代わりの服を持ってるわけです、本当にこいつも。でその代わりの服に着替えて登場したわけですね。はい、でまあアスム君にね、声かけるわけですね、もう大丈夫とかみたいな感じで、とにかくその中さんが気絶してるんでね、よしとにかく家に戻るぞみたいな感じで、ここまで何で来たんだって聞くわけですね。そしたらですね、地図さんの車で来ましたってアスム君は答えて、そしたらですね、響さんがちょっとね困ったような顔と言いますか、ああ車か、うん、みたいな感じなんですね。で響さんが、まあ、運転するしかないので、一応免許持ってますね、運転するわけです。あ行くぞみたいな。そしたらすぐ演奏するわけです、よっしゃおかしいなみたいな、ね、もう一回よっしゃみたいな感じ。そしてアスム君がですね、アスム君のお母さんね、タクシードライバーなんですね。タクシードライバーしてるんですけど、なんで、まあ、その、まあ、運転上手なわけです。当たり前ですけどね。で、そういう人を見てるんで、響さんにですね、響さんもひょっとしてペーパードライバーですかみたいな感じで聞くんですよ。そしたら響さんがね、うるさいな、もう、ちょっと黙っててくれるみたいな感じでね、もう一回運転しようとすると、ね、このワイパーが動いたり、ええなみたいな感じで、
って、それでなんとかインスタバンバンバンってずっと繰り返して、その千鶴さんの家まで到着しました。実はですね、響さんはすっごい機械音痴なんですね。なんで車とか乗れないし、ここちょっと言い忘れてたんですけど、仮面ライダー響って言っても響さんバイク乗れないんです、実は。はい、バイク乗るの下手というか乗れないんですね。うん、だからバイク乗る姿も後に出てくるんですけど、それもちゃんと練習して、練習場所行って練習して、まあ、自転車初めて乗ることないし、練習して、でやっと乗れるようになるみたいな。それまでもう全然乗れません。はい、ですね、こう鬼の仲間にですね、いろいろいるんですけど、一番仲いいいぶきっていう鬼がいるんですが、そのいぶきっていう鬼はですね、ちょっと若いですね、まあ、さっき言ったたけしの本部、宗家とか言ったりするんですが、そこのエリートなんですね。エリートでね、大きいバイク乗ってるんですけど、響さん一回それバイク借りて乗るのはいいんですけど、止まれないんで、ピョンって飛び降りるんです。そしてバイクがガシャーンってなっちゃって、壊れちゃって、すっごい怒られるんです。いや、もう響さん何するんすかみたいな感じで、ごめんみたいな感じで、それぐらいですね、機械音痴です。はい、でそのなんとか演出をパン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 繰り返してですね、着くわけなんですけど、でまあ着いて、そのね、親戚の人たちも、あ、ちずちゃん大丈夫みたいな感じで、とにかく奥に入って、まあ気絶してるだけでね、もう大丈夫だったんですけど、でそのまま響さんも、まあ連れてきてもらってありがとうございますっていう意味でですね、まあご飯、ご馳走になってるわけですね。まあ今日泊まってってくださいみたいな。でそのご飯みんなで食べてるんですけど、アスモ君はもうその時点でですね、だいぶその響さんって人を非常に気になってるわけです。でもチラチラ見ながらね、一緒に食べてて、でアスモ君のお母さんはガンガンこう喋る人なんで、響さんといっぱい会話してるわけですね。響さんどこ住んでるんですかって言うんですよ。そしたら柴又ですって言うんですよ。えっ、うちも柴又ですよみたいな感じで、何丁目ですかみたいな話になって、隣町ですねみたいな話になって、すっごい近くですねみたいな感じになってですね、話が弾むわけです。非常にね、響さんは気さくな人なんですけど、でそれで、まあ、ご近所っていうのがね、ここで判明するわけです。で、浅野くんは何も喋んないんですけど、ちょっと嬉しそうなんですよ。なんかすごい気になってるんですけど、はい、でですね、その、まあ、食事が終わりまして、その夜ですね、まあ、そこに響さん泊めさせてもらうということになったんですけど、ですね、電話でですね、さっき言ったこの関東支部、立花っていう甘味どころですね、そこにですね、響さん電話するわけです。響さんはですね、ここに居候をしてるわけなんですけど、そこにですね、立花かすみ、そして立花ひなっていうですね、姉妹がいるんですが、この2人もですね、その響のですね、メンバーです。でそのサポートしてくれる人たちなんですけど、その人に電話して、うん、そんなんがあったんだみたいな感じで、うん、多分土雲だな、土蜘蛛、多分マカモンですね、土蜘蛛が育ってると思うみたいな感じで喋ってて、こういうなんか黒電話で喋ってるんですけど、そしたらね、その親戚のおじさんがもっと飲みましょうよみたいな感じで来て、こう引きずられていくんですけど、あーみたいな感じで、はい、で次ですね、まあ、スム君、まあ寝てるわけです。そうすると寝れないわけです。まあ普通寝れないですよね、そんなことあったのに。化け物もいるし、なんか変な鬼みたいな。ですごい、まあいろいろ自分自身も、高校受験を控えてるので、悩み事もたくさんあるんですね。でそれでですね、早朝に響さんのところに行くわけで、気になって、響さんから、そしたらもう響さんはですね、布団畳んでもういてないんですね。 Are you destiny calling me?